ハリル・クート。ハリル・クートは、オスマン帝国の軍人。最終階級は、ミール・リバー。ハリル・パシャの名で言及されることも多い。1882年に、イスタンブールで生まれた。1899年3月14日、陸軍士官学校に入学した。クラスには、メフメド・ハイディ・エフェンディ、ムスタファ・ケマル・エフェンディ、ジャビド・エフェンディ、メフメド・アーリフ・エフェンディ。 アリフアドエフェンディ、イスマイル・ハック・エフェンディ、アフメド・フアドエフェンディらがいた。そして、1902年2月10日に同校を卒業した。あと、1905年1月11日、陸軍大学校、陸大57期、主席はを優秀大位として修了し、在マケドニア第三軍にて3年間勤務し、そこで統一と進歩委員会に加入した。1908年に、 第二立憲制がなると、委員会はシャアへの反対勢力を組織するべくハリルをペルシャに派遣した。しかし、1909年4月13日の3月31日事件の後、イスタンブールに呼び戻され、スルタンの護衛隊長となった。その後、セラーニクに派遣され、巡回ジャンダルの部隊を指揮した。井戸戦争では、自身より年上だが老いにあたるエンベルベーショーサラと、共に、 リビ,ビアで戦い、バルカン戦争に従軍した。その後、短期間ではあるが、ワン・ジュンカイ・ジャンダルマ連隊司令官を務め、連隊の指揮を公認のキャンアズム・キョプリルベイに引き継ぎ、イスタンブールに戻った。オスマン帝国が第一次世界大戦に参戦した時、ハリルベイはイスタンブールの最高司令部に勤務していた。ペルシャに進出する計画のため、ハリルベイ中佐の指揮のもと、 第5遠征隊が編成で、1914年12月半ばに、モースルに向かうべく汽車で、イスタンブールを立った。しばらくして、第1遠征隊がキャアズム、ゼーデク米中佐の指揮の下、12月24日に、イスタンブールから移動を開始し、アレッポまで汽車で、そこからユーフラテス川を利用して、バグダットへ、シャットルアラブ川を利用して、テヘラン方面へ向かう予定であった。 サルカムュの敗戦のため、第5遠征隊は、第3軍の増援部隊とされ、1915年1月、半ばにムースルへ向かうのを取りやめ、ウルファからリアルバクルを通って、第3軍に合流するよう命令された。この間、ハリルベイは、イスタンブールに召喚され、後任に、ベキルサーミベイ少佐が任命された。一方、1915年1月4日、 バジルゲ国境大隊と特務機関、デシュキラー・トゥマフスーサのオメナージベイ指揮下の部族部隊は、ミアンドアブの戦いの後、キルクーク軍知事ハリトエフェンディ指揮下で、スルズ・ウルミーエ方面を進んでいた部隊と共に、ウルミーエを占領した。イブラヒム・フェブズイベイの先遣隊は、1月12日にタブリーズを占領し、オメルナージベイもそれに続いた。しかし、1月27日、 ソフィアンの戦いで、オスマン軍は、ロシアの中将の指揮する、コサック部隊に撃破され、1月30日には、タブリーズを占領された。第一遠征隊は、出発から2ヶ月かけ、2月18日に、モースルに到着し始めた。3月1日、第3軍は、第1遠征隊をモースルからを経由し、ウルミア湖から、投進させ、 タブリーズとダゲスタンに向かわせる決定下した。第一遠征隊は3月5日にレワンデズに向けて出発し、3月14日に到着した。約3週間そこに泊まった後、4月4日に出発し、ライアトに2日間泊まり、4月17日にウルミエに到着した。4月24日にウルミエから北上し、ディルマンの南のシュールゴールコーチに到達し、4月28日、 ハーンタフティでロシア軍との最初の戦闘を行った。その間、4月17日に支度軍のアルメニア人が放棄し、4月20日にはワン市内でアルメニア人武装勢力が警察文書やムスリムの家々を攻撃した。県知事のジェブデドベーの指揮する部隊はアルメニア人武装勢力と戦闘を繰り返した。 ディルマンでの攻撃に失敗した第一遠征隊は、5月12日夜、シュールゴールコーチを離れ、バジルゲゲバルバシュカレ経由で湾に向かった。ロシア軍もコトル、サライ経由とバルギリ経由の2方面から湾に向かっていた。このロシア軍の接近のため、ジェブデドベイは、5月16日夜、湾を放棄して、バシュカレ方面に撤退し、第一遠征隊に合流した。5月31日、 メルダーネに到達した第一遠征隊は、抗軍中のワン巡回ジャンダルマ師団の部隊を、敵軍と間違えて攻撃してしまった。6月17日、ハリルは大佐への昇進と軍団の司令官への任命の通知を受け、第一遠征隊の指揮権を第44、不評連隊長、レシットベイに委ね、6月19日に、ビトリスに至った。第一遠征隊の主力は、 タトワン周辺にあり、ビットレスにいた同遠征隊の死体は、6月18日にを、奪還していた。ハリルは、ビットレスで数日間の休息を取った後、軍団を編成する任務に就いた。マフムード・キャーミル・パシャが指揮する、第3軍の宇宙力を構成する、第1遠征隊、第5遠征隊、第36不評師団から混成ハリル軍団が、編成され、6月23日、 有刻、ハリルの軍団司令部は、ビトリスからタトワンに進出した。7月までに、ハリルの部隊は引くアフラト戦まで進出した。9月20日、混成ハリル軍団は、第18軍団として、再編成された。1916年1月10日、メソポタミア戦線の霊下のイラク地域司令官に、ヌーレッティン米大佐の公認として任命され、で包囲されていた。 中上指揮下の英遠軍第六プーナ不評師団に対する攻撃を続行た。また、1916年1月から1917年3月までバグダット県知事を兼務した。第六軍司令官コルマール・フォンデア・ゴルツ・元帥が4月19日にバグダットでチフスで死亡するとその公認に任命された。4月29日、タウンゼンドは 兵士1万3000人と共に降伏し、ハリルはクッキュルアマレの英雄と呼ばれた。5月末、ロシア軍の退却に乗じて、アリーフ3米大佐指揮下の第13軍団をペルシャ戦線に転進させ、攻勢を開始させて、6月9日にカスレシーリーン、7月2日にケルマーアンシャー、8月10日にハマダーンを占領した。ハリルのこの行動は、イギリス軍と ロシア軍の合流を阻止した。1916年秋、攻勢は頓挫した。1917年2月、バグダッドへの脅威に対処するため、第13軍団がメソポタミア戦線に戻され、ロシア軍はハマダーン、ケルマーンシャを奪還した。2月25日、イギリス軍はクートイルアマラを再び占領し、3月11日にはバグダッドを占領した。 1918年6月29日、カチュベヒプパシャの公認として、コーカサス及びメソポタミアで行動する、を統括する、東部軍集団司令官に任命された。その後、軍には、ダゲスタンと北、コーカサスを奪取する任務が付与された。7月31日、オイノヌーリッパシャの指揮するは後世に転じ、8月5日には、バクーを占領したが、撃退された。 9月15日、バクーを再占領。10月21日に、東部軍集団が解散され、ハリルはイスタンブールに戻された。その後、10月30日に調印され31日、正午に発行したムドロス休戦協定により、部隊はコーカサスから撤収することになった。ハリルは、イギリス占領軍によって、イスタンブールで拘束され、ベキルアー軍刑務所に収監されたが、 1919年8月8日に脱獄しアンカラで第20軍団司令官アリフアトパシャと接触した。アリフアトの勧めで9月半ばにスイワスを訪れてムスタファケマルパシャと会談した。ムスタファケマルはハリルにコーカサス戦線に行き部隊をアナトリアに戻し、ロシアから受けられる支援の調査をするよう依頼した。共産党との数ヶ月に及び交渉の後、 モスクワとトルコの革命勢力との間の架け橋を築くことに成功したハリルは1920年4月28日のアゼルバイジャンの共産家の手助けをした後5月半ばにトルコ国民軍の非公式の代理人としてシチェーリン、カラハン、カーメネフラと接触し10万リラ相当の近海と6万丁の10と100、100万の銃弾の移送を確保した。モスクワは ハリルへの物質的支援の見返りに、ビトリス、ワン、ムシュ各県の一部のアルメニアへの活動を要求した。ハリルは、十万リラ相当の近海と共に、モスクワを立ち、からョセで、第十一家カス師団長、ジャビトベイチューサに手渡した。1921年2月下旬、ハリルは、病気を理由に、モスクワからトラブゾンに来た。しかし、ケマルにとって性的である、 エンベルパシャとの関係を疑われたために、トルコでの滞在は許可されず、まずモスクワに戻り、1922年、エンベルパシャが、ボリシェビキに対して、逃走を開始すると、ベルリンに移った。1923年のトルコ共和国の宣言の後、ハリルはトルコに戻ることが許可され帰国した。1957年に、イスタンブールで死去した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。